久保さんなんんか久保さんとその共鳴するところが結構リンクするところがあって面白いですよね。闇金ドックス久保さんも見てたんかみたいなね <laughs>。逆に吉田さんも闇金ドックス見てたのかみたいなね。そう。まあ南の帝王はね、まあ、すげえもう有名なんであればなんかあのビデオレンタル業界での歴史上すごいレンタルの数だった確か塗り替えたっていうかねあれすごかったんですよね。 うん、であんなしあそこまでシリーズから60ぐらいまであると思うんですけどずっとまあ竹内力もだいぶ年取ってるけどさなんか、まあ、最後の方はあんまりよくなくなってきてましたけど <laughs> ねなんかもう最後の方なんかほぼ喋らないみたいなね <laughs> セリフないみたいな <laughs> そういやでもねほんとあのなんだろうなそう この,この前か、この前、その車検お、親父の車検やって、僕、一緒にご飯食べに行ったんですけど、で、お会計の時ね、あの、俺出すからいいよっつって、まあ出したんですけど、ペーペイみたいなね。<laughs> あ,あと、あのすみません、領収書くださいみたいな、ね、<laughs> ペイペイでバックして領収書切るみたいなね。<laughs> あの、 まあでもおごれるよおごれるまあ別にそのおごれるようになったっていうのは、うん、なんかまあでもあなんだろうなあのまあ実際お,お,おごってもらいまくってたわけですからな親,おお親の飯ってただ飯じゃないですかつまり毎日おごってもらってるようなもんじゃないですかで大人になってやっぱ親におごり返しができないっていうのは、うん、人生おごってんじゃないかなっていう。 おごっ,ってるっていう表現ちょっと調べていいですかおごっているおごるは自分のいに安心して気が緩みわがままにいたり相手をバカにしたりすることおごる、うん、うまあバカには親のことしてないかもしれないですけどおごり返さないっていうのはうん、なんか自分なんだろうななんかこの意味だとうん、なんだろうな 自分が稼げてないことをおごるみたいな感じですね。いや俺が稼げない理由は俺が不幸な理由は社会のせいだとか世の中のせいだとか会社のせいだとかまあそ,それも多分おごってると思うんですよね。うんまあ勉強すればいいわけですし勉強して実践すればいいわけですし実際久保さんの動画見てる僕の動画見てるんだったら少なくとも久保さんと僕は勉強してやってきて今も原稿でずっとやっててで稼げるようになってるんでしかも 底辺なわけですよ。うん。底辺ですよ。君、バイトでも採用難しいよね、とか言われたような人間ですから、僕は。もう一生忘れないですけどね、あの面接は。うん。バイトでも採用難しいよって言われたんですよ。ガチで。面と向かって、オートバックスの人に。こう、リレクションみたいな。君、ちょっと、うち無理だね。バイトでも難しいよ、みたいな。 まああの面接終わった後のこのこんななってましたからね <laughs> 俺どうすどう生きてこうみたいなね <laughs> どう生きていくみたいな <laughs>、うん、もうほんとネットあってよかったなと思いますけどねうんそううんだやっぱね親父がやっぱ喜んでますからね本当にもうなんかこうあの もうちょっと春になったら今度はここ行くんだぜみたいな言ってましたけど息子からもらった BM でねいろいろ旅行してガソリン代もタダで車検代も息子持ちであのタイヤをなんかタイヤとか,なんかそういうのも僕持ちでタダで思い出作れますからねフリーで思い出作り放題みたいなね焼肉食べ放題みたいな感じですよね思い出作り放題ですよ 高速代も僕持ってますし、うん、気軽にね高速も乗れますしね高速料金気にせずガソリン代も気にせず <laughs> 乗れるんで、うん、だからもう本当に、まあ、あの家を買ってあげることはちょっと難しかったですけど僕の,、ね、あの弟子にねあのいるんですよ <laughs> 車も家もプレゼントしたやつが <laughs> 家買ったものかすげえなみたいなね ちょっと家はすみません、買えなかったけどまあまあ、車でいろんなとこ、まあ家は移動できないんだよね。車は移動できていろんな景色見れるんで。まあまあまあ、すみませんっていう,う。まあ家もね、ちょっとボロいんでね。ボロいんですよ。ボロいんですよ。実家。そう、ボロいんですよね。うん。でも、あと何年生きるか分かんないですけど、もう親父が、 ああ今68か今年68なのかなまあ80まで生きたとしたら10年ぐらいまで生きますね10年の思い出で家か、うん、まあちょっと頑張ればねいけ,いけないこともないでもなあ家はきついなあっていう話ですよお金があったらその家もプレゼントできるわけじゃないですか 僕はまだまだあのペ p ペなんで家をプレゼントするぐらいまではちょっと行ってないですけど、まあ、BM をプレゼントするぐらいはできたんで、うん、だってまあ人子供一人育てるのに2000万ぐらいですか,か家3000万とかねかかってると思うんですけどまあ家ですよねも,うもはや、うん、だから恩返しするというかもらったものを返すっていう感じですよね単純に、まあ、恩それが 恩返しなのかっていうとうん恩返しではなくもらったものを返すっていう変換するっていうおご <laughs> ってもらったのをおごり返すというか,うんだから人生におごらず親にはおごるっていうね <laughs> ヤミキンドッグさんはね本当感慨深いですよねあれは役者いやあの自殺する役を演じてた人は本当にすごいいい名演技でしたよね、うん、あれはちょっと心ゆ震えるものがありますねあれは本当見た方がいいと思いますけどねまあやってできないことはないですよ本当にやってできないことがあるんだったら久保さんと僕もできてないですよ うん、でも、久保さんと僕は前澤社長にはなれないと思います、うん。そこはちょっとできないですね。ZOZO、う、タ、ん、ゾゾウン作るみたいなのはちょっと難しいですね。まあ、久保さんもそこ目指してないと思いますけど、僕も目指してないんであれですけど、目指したとしても、まあ、難しいんじゃないかなと。ソフトバンクの孫正義さ,さんみたいに、5兆円ね、なんかそのみかん箱でね、1兆、2兆、まあ、従業員2人しかいないところからね、なんか将来その1兆とか2兆をね、 数えられるる会社作るんだオンボロのねアパートでね従業員2人しかいないのにねで従業員ポカーンしててねそこから本当に何十年後でね一丁二丁を作ってるっていうね <laughs> まあできないことはないですけどちょっと難しいっすねあればさすがにうん一丁二丁作れる会社を作れるのかっていうまあそもそも従業員を僕は僕久保さんもそうですけど僕もうまく回せなかったんでうーん でも自分の人生はね、あのまあ、うまいようにはいってるかなと、紆余曲折はありましたけど、うんまあ、ここらへんぐらいは、まあ、これ、対談、久保さんとの対談とかでも、なんかちょっと行ったりとかね、ここぐらいまではみんなできると思いますよ。親に車買ってあげるぐらいはね、頑張ればできると思います頑張ればね。うーんそう まあ僕は BM, か BM 買いましたけど別に軽自動車でもいいわけじゃないですか,、うん、だかそ,そういう年の取り方というかそれができる大人になってよかったなと思いますけどね、うん、まあ僕も今年で40になりますけど40年生きてきて親に何もそのプレゼ,プレゼントができない何一つ親になんかあたあた返すお,おごれない うん、40になっても飯一緒に食いに行ってねおごってもらってるっていう大人じゃなくてよかったなと思いますねうんまあ車じゃなくても飯ぐらいはおごれるようになりましょうよって話で <laughs> それはまあ普通っすよね多分飯ぐらいはお普通に働いててもおごれると思うんですけどねだそれは別にその自分がおごってるわけじゃなくて当たり前というかね だって奢ってきてもらったわけですから。うん。でもなんかそれ、それがなんかい世間一般的にはまあ親孝行でなんか素晴らしいみたいな表現があるんだけども、いや、親の方が素晴らしいよと。<laughs> 息子に無償で飯を奢り続けてるわけですよ。<laughs> 親の方がすごいですよね。<laughs> 逆に。ずっとですよ。これすごいことですよね。うん。でそう考えると、 なんか別に親孝行でも何でもないですよね、うん。でもほとんど一般の人たちはそれがなかなかできないわけじゃないですか。うん、だからできる大人になれてよかったなっていう思いますけどね。うん、はい、いってらっしゃい。